バチは指2本開けて持ちましょう。皆さんこんにちは。ゲスシドリームチャンネルよっ、はい、さあ本日はですね、はい、縦打ちの基本5、はい、表紙の上級編、上級編です、はい。まあ、初級編では全部強いところですね。で、縁打ちだったりで中級編は強弱っていうところだったりしてましたが、はい、上級編ではよりこの表現が幅が広がってですね、4万回一つのリズムに対してアクセントをつ、いろんな場所につけることによってまた表現を変えていっています。はい、はい、で、最初の一つ目、上級編の一本目はどこの、そのつくつくどこのっていうのを4段階でやったんですが、はい、今回は、どんどんですね、どんどんのリズムですね。で、ちっちゃい音が全部ちっちゃいのはつつく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 で、全部大きいのはどんどこ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 、この間ですね。この間のどこにアクセントをつけるかによって、ね、変わってきますね。はい、このどんどこの場合、つっつくとどんどこの場合は表パターンと裏パターンで、はい、で、表パターンのは頭の方が強い、うん、どんどこのどんどこが強いですね。どんどこが、はい、どんつく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 どんどんつこ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 というのが表ですね、はい、表から強くなる、はい、で、裏から強くなっていくのはが広がる、これ分けてね、練習していきましょう。はい、というのをやってみたいと思います。はい、はい、それでは、はい、はい、では、まずはドンツクですね。ドンツク、やってみましょう。はい、ドンどこの1個目の音だけが強いということですね。1個目だけが強い。はい、はい、で、ドンは握り手で、ツとクは抜き手でしちゃうとですね。ドンツク、ドンツク、ドンツク、ドンツク。では、せーの。ドン。右手はドンで右手打って、ツで上がって、ドン抜き手で上がって、右手抜き手、右手抜き手、右手抜き手と。で、左手は、クッちっちゃい音なので、抜き手で、バチ先で立てて、ドン、ツク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 。で、これをつなげて、ドン、ツク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 、はいですね。で、このドン、ツク、ドン、ツク、ドン、ツク、ドン、ツク。ドンの後のツクがもうちっちゃい音なので、はい、ドンで止めてですね。ツク、ドン、ツク、ドン、ツク、ドン、ツクと打っています。はい。はい。ドン、ツクですね。そして、このドン、ツコ、ドン、ドン、ツコ、ドン、ツコ。最後の音も大きいですね。最後の音ですね。真ん中だけ中抜きみたいなんですね。ドン、ツコ、ドン、ツコ、ドン、ツコ、ドン、ツコ。ね、右手は抜き、握り手と抜き手と、さっきと一緒ですね。すっこと、今度左の方が、こ大きい音なので抜き手です。川の方で止めていきます。この後の音はちっちゃい音、左がちっちゃい音なので、ドン、ツク、止めて、そう。で、ドン、ツクは、その後、コが大きいので、左を上げていきます。ドン、ドン、上げない、上げない、上げる、上げる、上げない、上げない、上げる、上げる、というような感じですね。はい、これは頭の非常に大切ですね。ドン、ツク。で、この抜き手と、はい、ドン、ツクのは、左が抜き手ですね。ドン、ツク、ドン、ツク。で、ドン、ツクは、右手になってきて、まあ、手も上がると、ね、はい、こういうところの変化で音が変わってきます、はい、でこれが表パターンですね、はい、はい、では裏パターンですね、裏パターンですね、裏パターン、はいはい、裏パターンはツッツコとツッとこ、とこ、ツッとこ、うん、まずツッツコ、ツッツコ、最後だけ、はい、アクセントですね。で、右はどっちもツッとツになので、抜き手でツッ、はい、ツッコで、左は抜き、右手ですね、ツッツッコ、お尻の2つが大きいと、はい、ツッコ、ツッコ、ツッ
とこつとこつとこで初めの、つが抜き手ですね。ちっちゃくでとこは右手に入れる。とこつでつの時にこう右と左をですね上げていって、でちょっとですねこの右と左に落差をつけています。この上がってきて右が先に降りるので皮に近いようにしています。左をちょっと高めに上げてつで、トを打った時にまだ左をこう打たない、つられてこう行ってしまうとちょっとこうくっついてしまう。トトトトみたいなのがトトトトトトトみたいにくっついてしまうので、これはト感覚で打つために右と左で落差をつけて左をちょっと高く上げてツで、右を打った時に左が打たないで、トコって打つ時にコって打つ時に左を打ちに行く、このバチがしなるようにします。私がドンツク打って、曲先生がツッとこ、はい、せーの、なんとこうなんか掛け合い面白いですね、はい、で、ドンツクドンツクツッとこツッとこで、ツッとこツッとこドンツクドンツクこう交代する、せーの、曲になりますね、もうすでにね、バリエーションが合わさってますね、はい、まあ、これはまたこう身につけることによっていろいろ表現幅、そうですね、一気に広がりますね、アクセントで、はい、ぜひとも、はい、はい、チャレンジしてください。結構需要の高いっていうのがありますね、はい、やってみてください。はい、ということで、次回はですね、今度はドコンコ、ドコンコですね、ドコンコのこのバリエーション、はい、はい、アクセントバリエーションをやってみたいと思います、思います、はい、では